電池。電池はエネルギーによって直流の電力を生み出す電力機器である。化学反応によって電気を作る化学電池と熱や光といった物理エネルギーから電気を作る物理電池の2種類大別される。化学電池は物質自身が持つ化学的なエネルギーを化学反応によって直流の電力に変換する電池である。以下に 化学電池の分類を示す。一次電池は、放電と呼ばれる化学エネルギーを電気エネルギーに位置、方向に変換することのみが一度だけ可能な電池である。一次電池のうち、電解質を不織布、セパレーターに染み込ませるなどの利をして固体化したものは、一般に乾電池と呼ばれる、電池残量計測器で測れるものもある。二次電池は、放電過程では、 内部の化学エネルギーが電気エネルギーに変換されるが、放電時とは逆方向に電流を流すことで、電気エネルギーを化学エネルギーに変換して、充電という蓄積がかな電池であり、一般には蓄電池や充電式電池と呼ばれる。燃料電池はメタノールや天然ガス、水素などの燃料から触媒を用いて発電を行う発電装置である。 反応に高温を必要とするものが多い。使用する電解質や燃料の種類により以下の5種類に分類される。生物活動の結果得られる化学エネルギーを利用した電池、バイオ電池。化学電池の中でも一次電池と二次電池では共通する基本構成を持っている。また燃料電池についても概略においては化学電池と共通する部分が多い。 生物電池はこれらとは全く異なる。蒸気の要素全般は安価で軽量、加工性、生産性が良く、環境汚染を起こさないリサイクルに向いた材料が求められる。化学電池は2つの電極の活物質の電位差によって起電力が生じる。各々の,の活物質はその物質の濃度や温度などで電極電位が変わるが、 標準的な状態での電極電位はそれぞれ一定の値であることが知れている。標準的な状態での電極電位を過表で示す。標準的な状態とは、摂氏25度での活量1での値となる。活量が1とは、物質の濃度を示しており、固体と液体はそのまま、全量、気体は1気圧であり、溶質は、モル濃度が、活量にあたる。 濃度や温度による電極電位の変動量はネルンストの式によって算出できる。電池に何も接続されていない状態での端子電圧が起電力であり、電池が外部の回路に接続されて電流が流れると起電力より端子電圧が低くなる。この現象が分極であり、低くなった分の電圧は過電圧と呼ばれる。過電圧は内部抵抗とも呼ばれ、 流れる電流に応じて増大することで、端子電圧は低下する。家電圧は以下の3つから構成される。電池の端子電圧は、使用温度や接続先の抵抗値とそれによる電流値が不明であるため、仮に製造誤差などに起因する製品ごとのばらつきがなくても、厳密には、起電力や家電圧は定まらないが、電池の使用環境を想定した上で目安として、 交渉電圧を定めている。端子電圧は使用温度や流れる電流のほかに電池の残量によっても変化する。電池が供給可能な電力の総量をその電池の容量と呼ぶ。基本的に電池の容量は活物質の種類と量に従い 1g 等量の物質が積出するのに、要する電気量は物質の種類によらず一定。 イコールファラデー定数イコール約96,500クーロンマイモルであるというファラデーの電気分解の法則によって決まる。グラム等量とは1モル分の質量、つまり原子量の数に等しい数値を一つの原子あたり反応に関与する電子の量、つまり原子化で割った値を指す。マンガンの例では原子量が約四点九であり、電池で用いられる場合には 原子化は一般に2価であるので、54.9にイコール27.45程度になる。同様に亜鉛では32.7ほどになる。これらのことから、マンガン,ン2 7 4 5ムや亜鉛3 2 7ムを完全に電気分解すると、約96,500クーロンの電化が生じると計算される。1クーロンとは、 1>, 1秒間に 1A の電流が流れた時の電荷を指すため、96,500クーロンは1時間が3,600秒に当たることから、これで割れると 26.8A になる。電池内での化学反応は電気分解の逆であるが、電荷量は政府が反転するほかは同様の計算が用いられ、このように活物質の種類と量に応じて容量の限界値が定まる。また、 化学反応は常に理想的な状態下で全ての反応が行われるとは限らず、実際は反応せずに残る物質もあるなど、計算上の能力と差異が生じる。電池の容量は1時間で放電し、使い切ってしまう場合を想定した電流量で表示されることが一般的であり、アーや、マ、ま、という単位が用いられる。720まと表記されている電池なら、 7 2 0 m a アの電流を1時間、3 6 0 m a アを2時間程度持続することが期待できる。主な活物質の重量あたりと体積あたりの容量を以下に示す。一般に電池は軽量で容量も小さい方が望ましく、重量あたりや体積あたりの容量は電池の性能の指標として重要である。電池のエネルギー密度には、 重量エネルギー密度と体積エネルギー密度の二つがある。ここでのエネルギーは wh や j で表現されることが多く、電池のエネルギー密度は一般に whkg や whl で表される。実際の電池のエネルギー密度は活物質以外の構成要素も含まれることもあり、活物質だけの計算値の20から40%程度の 値になる。大電流放電特性、重量、溶石、使用温度範囲、耐漏液性、保存性、サイクル寿命。物理電池とは、光や熱などの物理的なエネルギーを電気エネルギーに変換する電池である。以下に物理電池の分類を示す。太陽電池は、光エネルギーを直接、電気エネルギーに変換する電池であり、光電池とも呼ばれる。 熱電池は熱エネルギーを直接電気エネルギーに変換する電池である。原子力電池とは放射性元素が原子核崩壊を起こす際に発生する原子力エネルギーを電気エネルギーに変換する電池である。企画名については IEC6086 を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。